皆さんご機嫌ですか？どうもちぼうです。こちら見てください。とある求人なんですけど、どうやら定時退社を売りにしているようです。残業ほぼなしっていうことで、やっぱ定時で帰れるのって重要ですよね。まあほぼなしなんで、たまにはあるっていうことなんでしょうね。残業は月35時間ほど、ほぼ定時に退社。何これ、ちょっと脳が混乱する。つまりこういうことか。月35時間の残業なんていうものは、ほぼ残業していないのと同じっていうことか。1日1、2時間の残業は定時退社と変わらないっていうことか。とりあえずこの会社がブラック企業っていうことはよくわかった。というわけで、ドラえもんあるある行ってみたいと思います。この動画で一瞬でも笑っていただけたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ポチッとな。勝手に道具を使われたドラえもんがのび太にキレる。いや、あんたがちゃんと管理しとけよ。いじられて困るもん出しっぱなしにすんな。大事なところでタケコプターの充電が切れる。ちゃんと充電しておいて。しずかちゃんが割と白状。スネ夫お得意の悪いなのび太、これ3人用なんだ。ですが、ジャイアントスネ夫がのび太を仲間外れにするのはわかりますが、しずかちゃんも平然とスネ夫についてってるよね。新しい漫画やおもちゃを買うとジャイアントエンカウント。外に持ってこないで家でひっそり遊べばいいのに。ドラえもんポケットの整理ができない。あれでもないこれでもないっていつも探しすぎ。どこでもドアからのしずかちゃんお風呂ルート。絶対確信犯。映画版ジャイアンがイケメン。いつものジャイアンどこ行った。普段のジャイアンのいじめがもはや殺人未遂。バットで頭部殴ったりしてます。のび太廊下に立たされすぎ。別メインのび太ロード。原作のしずかちゃんの性格がきつい。のび太に対してクラスで一番忘れん坊のあんたが。そんな言い方せんでも。劇場版だとのび太の特技が役に立つ。射的能力活躍しまくり。普段はクソの役にも立たないけど、実はヤバすぎるドラえもんの体内。なんとドラえもん体内に原子炉を持っています。そんなものが日常生活の中で歩き回ってるんですから、とんでもないことですね。映画のラストでまた会おう。二度と会わない。むしろ本編ではなかったことになってます。ドラえもんの道具割とえぐい。気に入らない人間を抹消できる独裁スイッチ。どんな悪事もまかり通る悪魔のパスポート。えぐい道具多すぎ。伸びた0点取りすぎ。小学生でこれは逆にすごい。4択とかもあるだろうに、もはや0点取る天才。できすぎくん映画版で仲間外れ。たまには連れてってあげて。一番優秀なのに。消えたもう一人の友達。なんと初期にはこんなキャラがいました。メイン候補だったのに、いつの間にかひっそりと消えました。22世紀の未来ではドラえもんの世界無理そう。あと100年足らずであそこまで文明が発達するとは思えない。伸びたメガネ外すと3。何やその目。タマコメガネ外すといい女。で誰ですの。伸びたやってる疑惑。完全にやってます。